よいしょ。大人脇選手です。まずは試合の総括をお願いいたします。まあ、今日は本当に我慢できた試合だったかなと思いますし、なかなか多分こっちがスリーポイントそんな入ってない中で、向こうにはスリーポイント決められている中で、しっかりこうインサイドとか、まあ、中心に戦っていけたのかなと思うので、まあ、そこは良かった点かなと思います。以前お話伺った時に、練習していようが練習していないが、やることは変わらないという話がありましたけど、ただ苦しい期間があった中でも、この今この段階に来ての3連勝というのは、心境的にはどう思いますか？あんまり僕はないですね、心境的に。嬉しい、まあ嬉しいは嬉しいですけど、そんな気分が高揚するほど嬉しいかって言われたら、まあ普通に1試合しっかり、1試合ずつ勝ってきたって感じなので、はい。まあでもいい、とりあえずこの休み期間に入る前に、休み期間というか、ちょっと休める期間の前に、まあいい形で終われたのかなっていうのはあります。では第3クォーター、相手にちょっと走られそうになった時に、富山後明け、水戸選手と一緒に入り込んでいて、大谷とももうベテランの意味にしようかというのにかなりプレッシャーにいて、その相手の流れ切った上でガッてアタックしてファルドロンソンっていうシーン、すごい良かったんですけど、あの時どういった役割を担って、どんな気持ちでこうコートに向かってましたか？まあ、役割というか、でも単純にやることは僕自身変わらないんで、常にやっぱりどのタイミングで出てもアグレッシブにやってしっかりチーム引っ張るっていうのがやっぱり自分のやることだと思ってるんで、特に何か考えてっていうよりかは、まあ、ちょっと組み立て方としてインサイドを狙いたいなっていうのはあったんで、まあ、そこはちょっと意識してたはあるんですけど、ポイントガードとしてそれ以外はいつも通り、はい、しっかりやった感じです。楽しくプレーしようと思って。昨シーズン、プレーオフ沖縄でお話聞いたときに、シーズンの総括として、その昨シーズンは結構スコアラーが出てきて、不動選手自身の役割がちょっと変わって、いろいろ思うところもあったというお話されてたと思うんですけど、今シーズンも、まあ、今現在久保選手が外がすごい今いいところもあって、スターターとして使われててっていうのもあって、やっぱりいろいろなんか思うところって不動選手自身の関係があったりするんですか？まあそうですね、まあ自分自身でも、まあ、個人的な話でするなら、まあ、自分の出来がまだ良くないっていうのが実際に現状あるんで、まだまだできるって思いますし、まあ、今回2試合ともある程度は仕事できたとは思うんですけど、それでも病み上がり明けで、コンディション的にはそんなに良くない状態でやってて、本来のコンディションでプレーしてたらもっとできたかなっていうのもやっぱありますし、まあこのトシがスタメンとして出てて、でも逆にあいつがダメだった時に、まあ、僕らが尻拭いしてあげれるっていうのが、まあ、うちの強みになればいいと思うので、まあ、それが今現状できるように、まあ、しっかり僕らが後ろでスタンバイしてるっていうのは大事かなと思います。伊藤選手が目指すところとして、まあ、チームがそういった形で、チームとして良ければそれでいいというのが、やっぱりバスケとして、バスケチームプレーなんで、一つあると思うんですけども、伊藤選手自身の思いとして、もっとこういった点にしていけるとか、こういったところを選んでいけばいいな、そういった部分があります。でも僕が良かったら、今日みたいに僕が試合を握るような形になると思うんですよね、正直。まあ、昨日もそうですし、コントロールするのも、僕が途中まで最後話すところまで、話したところと最後の締めの部分少し、まあ、僕が出てて僕がコントロールしてると思うんで、まあ、そうなんていうんですか、それが自分の仕事だとしっかり考えるっていうのは大事かなと思います。わかりました、ありがとうございます。その他よろしいですか？では終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。